ハローレストラン。今回はバークレーにある日本食レストランシーズンズ・オブ・ジャパンをご紹介します。自然派のカフェを思わせるような温かい雰囲気のこちらのお店は、ジョージア州を中心に東海岸で人気を集めているレストランのベイエリア1号店として2014年1月にオープンしました。鉄板焼きをメインにした日本食のファストフードレストランです。ここバークレーは賑やかな学生街ということもあり、ランチタイムには行列ができるなど、地元ではすでに話題のお店となっています。ナチュラル、ヘルシー、そしてテイスティーという言葉をキーワードに、日本食をクイックサービスで簡単に皆さんに楽しんでいただけるようにということでオープンしたお店です。我々品質にも非常にこだわってますし、また量も比較的多めにと、若い人たちのニーズに対応するというようなことをやっております。シーズンズ・オブ・ジャパンが今回ご紹介するメニュー、まずは牛肉とエビのアントレーから。こちらが私どもで扱っておりますアンガスビーフのステーキでございます。品質にこだわった最高級の牛肉は、高温の鉄板で素早く表面を焼いて肉汁を閉じ込め、マッシュルームと合わせたら自家製のステーキソースで味付けします。エビはブロッコリーと合わせてバターソテーし、醤油とレモン汁であっさり仕上げます。一緒に添えられるご飯にもこだわりがありました。こちらが私どもが扱っておりますオーガニック玄米。丁寧に作られてるんで、細かくなってるお米が全くない。これを発芽させる状態にしてクッキングしてます。出来上がったお米がこちらになります。栄養価は白いご飯に比べるとアミノ酸含有量が16倍になっている。さまざまな健康効果が注目されているこの発芽玄米は、もちもち感と甘みが特徴的。ここに付け合わせの野菜と先ほどのエビ、牛肉とを合わせたのがシュリンプ&ステーキ。醤油ベースのソースが柔らかくジューシーな牛肉のうまみを引き立て、マッシュルームとの相性もぴったり。一方、プリプリ感たっぷりのエビはバターのコクとエビそのものの甘みが効いたシンプルな美味しさ。ほんのりと甘酸っぱい特製のホワイトソースにつけると、また違った味が楽しめます。いくつもの味が一皿に詰まったボリューム満点の一品です。続いては照り焼きチキン。自家製のソースを使ってつやつやと照りのある焼き色に仕上げます。ご飯は発芽玄米の他にガーリックライスを選ぶこともできます。塩、胡椒、ガーリックパウダー、ごまを加えてバターで炒めたご飯は、最後に醤油を回しかけ、焼きおにぎりのような味に仕上げるのが特徴です。このガーリックライスとともに盛り付けたのが照り焼きチキンコンボ。ほんのりと焦げたお醤油のうまみとニンニクの香りが食欲をそそるこのガーリックライスは、照り焼きチキンとの相性も抜群。柔らかくジューシーなもも肉を使った照り焼きチキンは、あっさりとした甘辛味で、まさに日本の照り焼きの味が再現されています。ご飯もチキンもついついお箸が進むお店一番の人気メニューです。この他にもオリジナルで開発したアイスグリーンティーなど、日本食の魅力を最大限生かしながらも、アメリカの人たちの好みを意識したメニューを追求するシーズンズ・オブ・ジャパン。着実にローカルのファンを増やしています。品質と価格、そして味、この辺のこだわりが、我々のこだわりがお客さんに理解していただけたのかなと。将来的にはベイエリアで30店舗ぐらいまで広げていけたらいいなというふうに考えています。シーズンズ・オブ・ジャパンは毎日営業。2122シャタックアベニュー、バークレー。詳しくは東京テレビのホームページをご覧ください。ハローレストラン。今回はシーズンズ・オブ・ジャパンをご紹介しました。